言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。結構久々になりますが JO1 がね、ビルボードのチャートで1位を取っておりまして、総合1位ですね。全週73位から1位にアップということで、非常にバンとアップしてて心地よかったもんで、 Where do we go ですね。でこちらについてちょっと語りたいかなと思います。ビルボードとかオリコンとかを結構チェックする人間なので、それと BE:FIRST のファンだったりするので、そっちをメインで見てるわけなので、ボーイズグループの情報はやっぱりよく入ってくるんですね。でその中で、JO1 が非常に頑張っていて、ジャムスさんも非常に勢いついてるって話とかも結構入ってきていて、この楽曲とかも聞いてみると確かに本当にそうだなって思いました。すごいですね、やっぱり。すごい先輩だと思います。先輩というのはその BE:FIRST にとっては先輩にあたるし、結構最近番組でもご一緒にさせていただいて仲良くさせてもらっている感もありますが、なんつってな、まあなんつってなってのもおかしいけど、JO1 の方が先に追ってるっちゃ追ってましたからね。オルビットを追っておりましたが、同時に JO1 も追ってて、その流れの中でオルビットから BE:FIRST に来た感じだったりするんすよね。オルビットもね、音源はチェックしてるんですけども、で JO1 はねずっとトップにいて、今回も1位を取って素晴らしいなと思ってます。改めて、CD が1位、ダウンロードが4位、ラジオが2位で、ストリーミングが36位、YouTube が29位で、総合が1位という形になっています。でちなみに、2位、3位、4位が、SKE48、ミセスグリーンアップル、80s と続きますね。で5位が King&Prince、6位がこっちのケントなどなど続いていきますね。はい、ということですけど、はい、まあそういうことなんで、Where do we go? MV を見まして、で、ダンスプラクティスを見ました。定点バージョンとムービングバージョンを見ました。あと結構そのスイッチバージョンとかいろいろとねありましたが、ひとまず見させてもらったのは MV とダンプラーですね。はい、で MV がね、まず夏のイメージということでよろしいですかね。季節的にはちょっとこう秋に差し掛かってきましたが、 MV 見てますと非常に夏を感じさせるロケーションですごく良かったですし、でね、ジャムさんにはあまり語っていなかったし、むしろベスティとかにも最近語ってるんですが、私がですね、もともとちょっと大道芸というかストリートパフォーマーをやっていたことがあって、最近その観点でも語ってるんですね。で Where do we go がその観点でも語りたいことがちょっとあるので、今回初めてその観点で語らせていただこうかなと思います。あれなんですよ、パントマイム的なことをやってて、こう動かないでずっと立ち止まっていて、実は動いたみたいな、そういう石像だと思ったら違ったみたいな、そういうタイプのやつ、皆さんご存知でしょうか。あれをメインでやってました。あとはバルーンをやったりとかなんですけど、まあパントマイムの一種ですね。で結構だから立ち位置とかね、立ち姿とかがやっぱり綺麗だと、それってすごく石像のふりをするから、立ち姿とかでもろもろ見せるものなので、まあ歌舞伎とかもねそうですけどね、できないけどこう首グンってやるですね、あれとかもそうですけど、そこに通じるものとして改めて川尻蓮君の立ち姿むちゃくちゃ綺麗ですね。ね、本当にこればっかりは昔から思ってますが、改めて思います。でこれは本当に好みによるので、私が川尻蓮君とあと2人立ち姿綺麗だなって思ったのが佐藤慶吾君と与那城翔君ですね。いやなんかね、多分好みによるんですよ。だからそことか見て、ダンプラとかもろもろ見た形でのそういうところだったりするんですけど、そう立ち姿ね、川尻蓮君の本当にこれ番組でもさ言ってましたね、 TBS のダンス番組、あれでも本当にどこを切り取ってもかっこいいみたいな感じの話ね。個人的には川尻蓮君もっと上でもいいと思ってます。思ってます。
まあでもあれもダンサーさんが選ぶ好みっていう部分の話であるので、まずそこの部分はちょっとまた別個の話にしますけど、うん、で Where do we go がやはりこうなんていうのかな、うん、夏のイメージっていうところもあるけど、こうなんだろう、動き的にこう止まってとか緩急みたいなところがなんか本当にすごいクロート感っていうとおかしいかな、初期の方の JO1 シャイナーライトとかの時代とかを結構見ていた人間で、そこからね、あのボントゥビーワイルドあたりとかまではもうがっつり聞いてたことがあって、そこからもう確かに何年も経つから、その佇まいとかね、そのなんだろう、うん、いい日本語が言い方ってなんだろう、このその場にいる感じの、そのその場所にいる存在の仕方っていうか、そこの部分でのところがやっぱ全員本当にすごい、立ち姿とか存在感がバンと増してて、だからよく言うのがスターのオーラっていうのがあって、結局ね、同じ服を着て同じ場所に立っていても、まあスターと言われる人たちはなんかこう自発光してるような感じに見えるとか、五光が差してるように見えるとか、まあいろんな感じのことがあるじゃないですか。もちろんその存在の出し方とか、ここにいるぜっていう存在の出し方っていうのがあったりするから、そこの部分なんだけど、だからそれをストリートパフォーマンスやってる時も、イカタっていう部分で、喋りはしないんですけど、石像の振りだから。結局そのイカタっていう部分で、こう、自分の、なんだろうな、木をこう相手にバンとぶつけるみたいな、そういうところのイメージがあって、多分それをカメラとかオーディエンスに向かってやるっていう部分で、JO1 っていうグループはそれが本当にすごいなっていうのも改めて思ったんですよ。で MV の中で、まあ、結構本当にいろいろなシーンがよくて、こうなんか廊下のところとか、なんかこうね、女性がいるけどそこをこうなんかかき分けてくるところとかも良かったですし、なんかこうね、室内でこう何かしらやってる感じのところとかも良かったですけど、後半の方の夕日に向かって全員がこう背をこうバンって向けてる感じのところの、感じすごく良くて、それこそ動かないでそこにずらっといるわけで、要するにシーンとしては立ってるだけじゃないですか。なんだけど、その前からの緩急とかその構成とかにもよるんだけど、あそこが本当にそのすごいいい味になってるっていうか、うん、そこを感じました。でも多分あれですよね、サムネイルにも Where do we go の MV のサムネイルにもなっていた気がするんで、多分そういう意図なんじゃないかなって気はするっすけどね、うん。でこう全体的にね、レッドカーペットのシーンなんかね、レッドカーペットバーンで敷いて上にポンって乗るとか、こういうところとかはすごくね面白いですし、うん、古着屋ではないかな、服を選んでるのとかね、いろいろ、あとあれなんですよね、この車がバン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 って跳ねてるやつ、これうん、なんかこうあれなんですよね、ヒップホップというか、アメリカの西海岸のヒップホップの感じっていうかね、うん、その時代のアメリカのヒップホップの MV 見ると、車バン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 跳ねてるやつとかたくさんあって、うわ、ウエストサイドって思ったんで、そこもちょっと面白かったですね。だから、まあ、ウエストコーストっていうぐらいだからね、海岸なので、その辺のイメージもあって、その海岸なんかがね出ていてっていうのもあるしね。これ撮影場所ってどこなんですかね。でもなんかすごい外国ですよね。で、まあ、2分46秒ぐらいのところかな、ここに夕日向かってこう立ってるところで、本当にこうずらっと並んでるわけなんだけど、背中から存在感をぐんぐん感じるっていうね。そう、目が後ろ側向いてるから彼らの目とかは見えないんだけど、こっち側にぐんぐん来るっていうところっていうのを感じましてね、うん。で非常にこうね、楽しくやってる曲だなっていうところも感じて、まあ、自分がその BE:FIRST のファンで、そのブリスフルって楽曲も、あれもちょうど外国で撮っておりまして、で楽しい感じでやってるんで、なんかそういうフェーズなんですかね、こうなんだろう、こうバシッとかっこよく決めるところは決めますが、楽しさっていう部分がこう出てくるとね、私たちも楽しくなりますね。まあ、ジャムさんのね、いろいろ多分
ご苦労もされていることも多いと思いますよ。あのファンダムとしてというか、推し活する時とか私たちもありますけども、そういう時に推しが楽しそうにしてるとね、すごくこちらも気分がいいですよね。まあそんな感じでした。はい。で、まあ MV のことを今語ってまいりましたけれども、まあダンプラがね、またこれがいいなと思って、実はね何回も見てしまったりなんかしてるんですけどもね。うん、プラクシスビデオ、フィックスバージョン、フィックスバージョンの方でかな、うん、こちらの方とか見てて、最初こう立ってて、こうスッスッスッと動いてきて、でこれバーンって動く感じね、うん、今、まあんまり私はできないけど、ダンサーじゃないから、こうでスッっていうこの感じからこうみたいなやつ、これだからアニメーションダンスとかの動きだと思うんですけど、ちょっとパントマイム的な感じに、こういうやつとかね、できないけど、これとかあるし、なんかね、そう、だから自分がちょっとやってたものにも通じるところがあって、今回のこれを、うん、今回の振り付け、すごくこうね、馴染みがあるっていうと生意気になっちゃうんだけど、結構こう、立った状態で、こう同じ場所でやってる感じ多いから、だからそれを見てて、自分がそのパントマイム現役でやってた頃とかにこういう動きとかしたら、急にやったら面白かっただろうなっていう、そういうのを感じたりしたんですよ。そうなんかね、で、あ、やっぱね今見てるんですけど、やっぱレン君ええわうん、改めてね、私はその JO1 ではね、翔星くんのファンですけど、マナト君とも仲良くしてもらってますけども、でもやっぱりこうセンターに来るメンバーが変わると、やっぱイメージが全体的に変わってくるし、そこがだからそのなんかそのこの色っていうか、そういう部分が色濃く出ているし、非常にこう色がどんどん変わっていくから見てて飽きないですね。でやっぱりこう立ち止まって一人だけが動くみたいなシーンとか結構多くて、それが私は結構好みだったりします。うん、まあそういうことで、まあダンスに関してっていうことよりもね、なんかその居方とか立ち方とかそういったところをちょっとね、路上で立ってた人間として少しそういうところを感じました。うん、路上で立ってたっていうとなんだか少し別の意味になっちゃいそうだけど、うん、そうなんですよ、こういうとことかね、うん、動きが、うん、バンってジャンプして、うん、それは私はできないけど、腰痛いし、まあまあまあ、そんなことも感じました。うん、なのでね、まあ本当に、もうこれは JO1 もうバンバン来てるし、ジャムさんもこれはもう勢いつくなと思いましたよ。ね、しかもビルボード1位も取りましたからね、73位から1位ですからね、いや、すごいと思います。はい、というわけでね、語らせていただきました。いや、本当にすごいグループだなと改めて思いますし、素晴らしい先輩だなと BE:FIRST にとってはね、そのように感じますし、まあ JO1 のことを語るたびに毎回言ってますが、本当に今のボーイズグループのいろいろなところを一番苦労してね、いろんなところと戦ってきたのは絶対に JO1 ですからね、うん、そこのところは間違いないと思ってます。高い祝いですが、そこは本当に間違いなく JO1 だと思ってます。はい。というわけでね、JO1 の Where Do We Go 語らせていただきました。はい。では、この辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきまして、ありがとうございます。私、グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、ボーイズグループ中心ですが、J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方が、やっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていうふうに決めました。はい。2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も、私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、
もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。